大丈夫。あ、できてる。配信。配信。大丈夫。新タイガース。はい、片島です。よろしくお願いします。まもなくフローレです。フローレです。戻ってきました。よろしくお願いします。ありがとうございます。これいいでしょ。これ良くない。配信タイガース。これなあのグッズとかにしないからね。はい。ただサムネイルなんで。ああ。おふざけで。いいでしょこれ。タコシね。どうだろうね。あと何分ぐらいだろう。あと 3.6 キロなんで。10分ぐらいかな。10分ぐらいですね、うんうん、いや、いるのかな。そう、 N のこう、これを塗りつぶしてちょっと雑いんですよね。ちょっと斜めだね。配信の配が、はい、N が斜めだ。いや、知らない、マジで知らない、うん、どうなるかね、いるかいないか。注射で打てるマイクロチップあるけど、いる？キチョピー。注射で打てるマイクロチップ。あー、ペットとかに。それを天然ストレートに埋め込めってこと。あー。あー、そういうこと。今じゃ犬とかなんか強制なんでしょ。なんか突きついてますね。マイクロチップ。注射で打てるってやばくない？海外でなんか刑務所にちょこっと入れたりする、刑務所の囚人やるとこもあったような気がする、うん、義務化されたんだ。強制じゃないのか、義務化だから。それ持ってんのやばい、確かに。確かに。普通の人間持ってたらダメなのか、普通の人が。おかしいですよね、でもそんなの持ってたら。111号さん何香ばしいの、うん、どうしたどうした。まだ来てくれたの、ね、うん、よしよしよし、来てくれたの。115さんどうしたの、うん、なんか言ってんの、わかんねえ、流れちゃって、なんつってんの。111号、あー、伸びよ、あー、いい子じゃない、悪いやつじゃないよお前、うん、大丈夫よ。これ安い車でもいいから、うん、中古でこのタイプあった方がいいっすね。絶対いい。何人かで活動するときは、うち車止めれるから。これパワー足りてる？俺乗ったらどう？パワー OK、 別に苦じゃない、アクセル踏み込んでも、うん、そこまで重たい感じない？ないっすね。これ 2000cc だからね。だから100キロぐらい乗せるの変わんないっすよ。変わんない？いや、重たいって言われるのよ。軽自動車重たかったでしょ。軽自動車の時はパワーがないんで。パレット、ね、パレット重かったでしょ、俺乗ったら。ほらあるのよ、ゲンちゃん。 K はね、 K はある。普通車だったら大丈夫なの、100キロ。大丈夫ですよ、ね、これ傾いてない？ちょっと傾いてる。パルちゃんもう一人いたらダメか、これ重たいか、さすがに150キロ今。あとはハイブリッドか。あ、そうですね、そこの違いだ。音がうるさいかどうか、うん、これ音どうですか。音どう、これね、結構古いやつなんですけど、うるさくない？エンジンどうすか、エンジン音。エンジン音どう？これで耐えれてる。ハイブリッド買った方がいいのかな。あ、いけるんだ。うるさくないんだ、高速の。へぇ、だったらこれ200万ぐらい買って、うん、1台置いといたら最強っすよね。じゃあいいんだ、これでも、うん、いいのね。じゃあハイブリッドじゃなくてもいいんだ。俺ハイブリッドにこだわってたからさ、配信で使う車ってやっぱハイブリッドのいいかなと。ボクシーいいかも。いいんだ、ボクシー。めっちゃ快適だよこれ。後ろどう？エアコンがね、つければ。エアコンどう？斜めから入る。エアコンは熱くない？後ろ、まあ、これ熱がりじゃない、うん、角度変えれば。めっちゃいいっすね。
ルファラともっと快適なのかな。いや、もっといいでしょ。もっといいのかな。椅子が、あ、椅子がいいか、もっとベルファイアとかな、うん、はい、いらっしゃい。サイリウムお願いしますね、無料アイテム。サイリウムお願いします。今日何日目？4日？ 4日目。明日まで？3日目。いや、明日が、今日何日だ？ 26。これ3日目。今日26。あと2日。26。27。27。28で終わり。28なんだ。中日だ。中日飛ばないんだよ、あんま。中日はね。中日飛ばないね。飛ばないんだよ。様子見になっちゃう。そう。初日は飛べる、やっぱね、初日と最終日はね。燃費悪いか、アルファの。確かに。黙れ、三枝信子とそれに賛同するアホども。これはダメだわ。あ、これは俺の弟子だったらいいんだけど、それはダメだわ。謝れる？これうち俺だけだったらいいんだけどさ、リスナーさんディスになっちゃうのよ。これやりすぎ。かまってあげてたけど、うん、謝れる？これ無理か？謝れんか？これダメかな？ごめんなさい、できる？ごめんなさい、できる人？謝れんだったらいいけど、謝れんか、これもうダメか、これノブコと俺のこと謝れんか。いや、これレベル100なんだ、どうしようかなと思って。もし仮に煽ってきてさ、金太の場合あるからえ？わかんない、だって爆燃しかもしれない、これイベント中だからね。あ、ちょ、謝ってくれんか、これ111番さん。うん、謝れんか、謝れない、無理。あーね、確かに。基本まずしないよね。うん、111番さん、謝れるかって。無理な。無理か、ババだろうな、多分。うん、おばちゃん謝れる？愛せるなざす。無理かな。いや、リスナーさんディスしちゃったのよ。ずっとイエローカードだったんだけど、一発レッドモンのさ、リスナーディス。無理かな。謝れんか。やりすぎちゃったね、ちょっとな。なんかさよならするか、これ。うん、エンタも超えちゃった。あー、傷ついちゃったしてるわ。病院来た、この人。183。あー、精神内科行くわ、明日これ。あー、いた、どこにいた、どこにいた。111号子供洗脳するの上手いね。ダメだ、お前。確か、所だね。あー、ダメだ、お前。ダメ。ダメだ、お前。これダメだわ。うん、初乗りだもんな。ダメだわ。うん、やりすぎ。こいついるんだね。あー、ろくなやつじゃねえわ。ねえ、守ったよ。
こうやって綺麗にしていかないとね、コメント欄をね。まあ頭病気だ多分。平和にしていかないとね、イベントだから。おばはんやね、こんな。おばはん。間違えた。一本間違えたね。だからこれもう一回この黒リンパ。リスナーディスは絶対ダメだね。わあ、しばたりだね。電車の中でいきなりさ、おたけびあげちゃうババアみたいな、たぶんいきなりわけわかんないこと言うようなババアで、こういうやつって YouTube とかにいるでしょ、いるでしょ、 YouTube とかに変なババア、そういう系で、あんた笑ってるねって言って笑ってるね、心の中で笑ってるね、そういう系のババア。うん、ありがとう、きょんちゃん。その心笑ってるね。何かが不満なんだろうね。不満でしょうがないんだろうね。イライラするんだろうね、常に。八つ当たりだね、八つ当たりババア。うん、いるよな。病気だから何言ってもダメなんだよ、こうやってね。絶対いるからね、まあ、4桁いくとね。かまってほしくて、傘にも来るでしょ、こういうの。あれ、あれ嘘でしょ、いない。8時に、あれ、おそばんって言ってましたよね。おそばんって言ってたよな。なんでやねん、ないか、いないわ。どうしよう、こっち止めようかな。ここでいいんじゃない？うん。帰ってきたらあっちがコインパーキング止めろよ。あんなしょうもねえ車なんだから。こっち使いてえもんって。これ延長した方がいいんじゃないの？これ29まで。明日の2時まで1回返してくれ。うん。なんでなん？使うから？いや1日借りたんですよね。え？明日もケツが空いてないんですよ。ケツが空いてないってどういうこと？明日が空いてない。もう予約入ってるってこと？いや空いてる。いや1日だけで借りたんで、別に聞いてみれば分かる。いける？ただ先払いの可能性があるんですよね。どうなんだろう、後で払えばいいのかな。聞いてみようかな。とりあえず到着です。うん、先払いだから。これ29まで借りたいよね。入れたら借りたい。これ絶対これじゃなきゃ嫌だね、俺は。ここ投げラスコイ、ありゃせー、ここ投げラスコイ来た、ここ投げラスコイ2回目、ほら2回目、うん、10個、あるやつ、ロング入る、これここ投げラスコイ、これいただいちゃうね、これいただいちゃうしかない、これ。さあ、五個投げラスコイ、あら、広角張ります。百鬼モード、千鬼モードいったら激アツ。おかえり、三つけラスコイ、あー、あっちゃん、来るか、来るか、降格、帰りますか、とりあえず帰ろう。帰ろう、うん、雨どう、雨大丈夫、大丈夫、今日何雨だっけ、
これ誰、水曜日 B やってんの、 B 水曜日か、 B やってんの、 B は月火休みですね、やってないじゃん、今日何曜日だ、今日、今日月曜、うん、休みだ、月火、ベッド持った、うん、ベッド持った、少しでごめんなさい、 ありがとうございます、匿名さん、ちょ、全然足洗って洗濯物はもう別にしないってことだよね。そうそうそう、うん、あとファッションショーだね。あ、このファッションショーと、うん、ちょこっと買ったやつね。うん、黒染めはやる？あ、そうか、黒染め。薬局で買ってこようか、源さん。買うか、後で。うん、何時今？まだ8時半。うわ、10倍ナイス。あらす。リアルが忙しくて、うん、来れずに久しぶり。あ、ありがとう。忙しいね。ありがとうございます、ありがとうございます。タイミングがないとね、うん、応援できないね、やっぱり。ニコナイズ、ひなちゃん、ありがとうございます。あ、強制そうか。1号室、セイジクレイジーパピオン戻りました。高井刑務所、会場戻ります。はい、戻りました。ニコ投げラスコイ、レイちゃん、ここまでいるかもしれないね、ワンちゃんいるかもしれない、うん、あれいないと見せかけての、車だけパーキング置いて、置いてワンちゃんね、お、え、あ、ただ単に電気がつ、いや、ちょっと待って、あれ靴は、靴は ない、え、はい、ちょっと待って、あ、いないわ、いない、いないね、いません、いません、いない、奥村隆史不在です、いないか、うん、あ、10個ラスコイ、あーさ、あー、来た来た来た、ロング、ロングか、ロング、セグ、奥村さん不在です、トイレ借ります、あれしないとね、ケンさん、アルコールシュッシュね、うん、お尻の、バッテリー 100% Connected to iPhone 2 Connected to iPhone 27タコスいないですね、いませんね、ニコラスコイ、あれじゃないっす、え、駐車したしたしてもらった、ソファ除菌した方がいい、水虫いっぱい、どうやってするのか、できるの、あの、アルコールスプレーで、あるの、はい、かけてる、じゃあこれ巻いた方がいいの、これね、その場にも置いてんだよな、市長さんが広角あるの、これあります、帰ってきた形跡ね、ないないね、まるでない、除菌配信しますね、じゃあ除菌します、逃げた方がいい、
ゲンちゃん、これキーボード。キーボード。はい。ジョキいる？キーボード。僕らは弾かないんだよ。いいね。いいね。クッションもいい。もうちょっと10分ぐらい抜けていいですか？うん、どうした？足のスキーム。うん、足のスキーム完璧に。オッケーオッケー。クリームは見せた方がいい。見せる。あ、一回見せてももらって。うん、ちょっとね、皮削ってくれたの。ニコラス来い。あ、アキさん足綺麗になってる。綺麗になってます。うん、見たい。足ちょっと皮むけてるわ、全部。こう擦るんですよ、あれピーラーで。どうなったの？うん、あー削れてる。皮がなくなってる。うん、うん、で、これを薬のやつにほっとくとまた同じことになる。だからこれまず足洗いソープで足洗ってくるわ。うん、これ洗ってきますわね。うん、で、でクリーム、クリーム塗って、あそこの風呂場のあそこね、ゲンさん。そう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 、ここも除菌と、最後は映ったら結構大変だからね。まず足洗い屋行って、うん、足洗い除菌して、これもいいよね、これは。うん、靴下履かなくてね、履いて出てこなくてね。で、その足を拭いたタオルとかは別に。はい、ありがとうございます、こい、誰。別にして袋に入れてもらったらいいな。ありがとう、れいちゃん。そう、靴下とかタオルとかさ、足拭いたやつとか、わかってもらうわ。わかるようにしてくれてたら、うん、ちょっと撃ってね。どこ行ったかわからん。電話出ないんだもんだって。あ、これ袋でいいね。袋で、うん、全部あの、うん、分離するやつは袋に入れとってくれれば、うん、一緒に洗わないんで。靴下売ってないかな。薬局にあるけどね。薬局にある。安い。これいいわ。セリフはいいね。このアーモンド効果があるの？いや、毎回あるんですよね。これ、新日やばくない？2023年6月27日。ギリギリ。ギリギリいける？いける。これ、うまいんかな？飲んだことない。誰んだろう、こんなでっけえの、どうやって飲むの？これ、一回飲めんの？ストローついてるけど。本当だ。え？ 1 リットルぐらいで、これ。まずい、これ。こぼるっすね。こぼります。こぼります。なんかねえかな？うまいんだって、うまいの？体にいいだし。ジュースがこれしかないからな、アーモンド効果しかないんですよね。ジュース飲みてえな、甘いのが。甘いコーヒーとか飲みたい。甘いやつか。コーヒーではないんでしょ？ココアでしょ。ココアなの。まずい、俺は多分苦手かな、多分。うん、あのね、食欲が減らないみたいです。政治クレイジーマリオさ ん、 薬の意味はなかったということで。いらねえ、薬が効かねえ、現代の医学だと。どっちのか分かんないな、これ。あー、グミか、乗せた。あ、グミ、うん、2週間かかんの？あ、そうなんす。自販機な、自販機買いだめな。自販機行ってジュース買ってくるわって、ココアとか。あ、買いまくって、カフェオレとか。うん、ただいま。おかえりナイスお願いします。おかえりナイス。1300いけるかな、みんなの力で。1300ナイス。あ、 UCC のコーヒーうまいな、あれ。なロング缶の、あ、細長いやつ。あー、あれうまいな。ニコラス来い。ラス来い。どうした？はい、ピーフラニコ、アキナちゃん。はい、ピーフラ来てるよ。なんだ、なんか来るぞ。来るか、今のやつか。Wi-Fi 切るか。でもくるくるした。ゴコラス来い。ゴコラス来い。あー、ありがとうございます。
ちゃんベイト食べるか、でも、うん、もう一個食べますか、うん、食べない。これやっぱなんか一気にいけたらいけたけど、時間経っちゃったから満腹チョイスが刺激されちゃって何の注射だ、何の注射か分かんない。あのインシュリンじゃないんだよ、もっと軽いやつ、軽いやつ何だろうね、うん、インシュリンじゃないんだって聞いたんだよ俺、これインシュリンですかって。 GLPI ってやつ、 GLPI、 GLP-1、GLP、みっちゃんが言ってくれた、それインスリンなの、なんか気持ち悪くなるんだってそれ言ったら、食欲がなくなって、うん、インスリンじゃないって言って、なんで詳しいのみんなこれ、そう食欲なくするやつ、大げさに言ったらあのゼリーみたいなもんでしょ、そう気持ち悪い全然気持ち悪くない何にも変わらん。そう、ダイエットの薬。副作用で痩せるみたいな。うん。ホルモン注射にしよう。へえ。14キロ痩せた、ハリーちゃん。すげえな。1ヶ月。ええー、俺イケメンなのじゃん。イケメンになる14キロ100切りますね、余裕で。そんな痩せられんのこれ。五十嵐さんは痩せてほしくないんだ。あ、ぽっちゃりが好き。なんでか知ってる？モテるから。逆にあのね、モテさせたくないの。ああ、なるほど。そう、人気出ちゃったりするとか。そうそう、なるほど。ただでさえイケメンなのにこれ痩せたら、ね、もっとイケメンになって人気出ちゃったら、キャーキャー言われるのが嫌なの。はい、失礼します。はい、どうぞ。報告です。どうしました？専用ソープでの足洗い終了です。終了した。今から、塗りの方に入りますけど。塗り塗り配信がいい。うん、配信がいいですか？でも結構それ取れる、あのね、あの取れたかあんのよ、うん、足の皮むいてるやつとかイボ取りとか取れたかあんのよ。売りますか、ね、向き合ったほうがいい。向き合うか。イボ取り配信ね、5月結構需要あるのよ、うん、YouTube でもそうでしょ。向き合うか。うん、あるね。これね、あれなかったかな、手袋、うん、前俺買ったんだよ、ここで料理するとき、うん、ビニール手袋ないか。それなんだ、なくなったかも。前買ったんだけどね、俺。言って、また洗いに。ねえか。はいわ。はいわ。ケツにも塗らないとじゃない？それ、ゲンさん。だから、お尻に。シャワーも、ね、もう3回ぐらいも。シャワー、もうすぐシャワー。シャワー。とりあえずシャワーね。特例もらいたいですよ。もうあれ松田どこ行ってた、シャワーって。シャワーね。うん。徹底管理して。ちゃんと向き合ってるなってね。どこで塗るの、源さん。いい？ここでやるんじゃん。自分の部屋でやって。自分の部屋で。自分の部屋でね。うん。源さんいいですか。あ、向き合って。向き合ってちゃんと。今現状、じゃ専用、専用のね。うん。どこ行っちゃった。あれ。どこ行ってきたっけ。あれ。ちょっと待ってね。間違いないですね、これ木村源さんで間違いないですね。間違いないですね。はい、間違いないです。専用の、もういいか、省略しようか、うん、殺菌ゼリー、うん、ゼリー状なんですけどね、塗り終わりました。で、消臭した。はいはいはい。今この状態、この状態ですね、うん、はいはいはい。でも良くなってきてるよね。向いてるね、うん、向いてる、うん、塾長良くなってきてるわ、うん、前、前よりいいね、うん、まあ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 、ね、で、これが専用の薬、うん、ゼブナートね、うんうん、向いたんだ、やっぱこれピーラーで
くよ、うん、こんぐらい行ってくれって言われた。結構豪快に。あこんぐらい、こんぐらい、こんぐらいこう行って。あ結構行くね。で、靴下履くの。そう、うん、爪は爪も切らなあかんな、これ、源さん。爪大丈夫。爪も切らなあかんな。そう言われてないの。で、肝心なのは水虫の方いいですか。うん、多分いるから。水虫の方も他にもいる。絶対に向き合ってない人もいる、うん、向き合って。で、こう行くじゃん。で、うん、間も行ってあげる、絶対に。あ間もね、これ強調されたから、薬局で、うん、処方箋のところで、うん、木村さん、絶対間も行ってくださいって、こう、うん、置いてあげて、いい、うん、薄くね、そう、こう、こう、よしよしうん、いいぞって。よ、うん、よし。何を見せられてんのこれ。で絶対に自分の女とか、うん、ね、うん、今まで口説いてきた女とかに、あれ水虫じゃないって言われてもごまかすなよ。うん、絶対ごまかすな。ごまかして生きてきたよ俺、うんうん。絶対ごまかすな。いいか。いいね、いいね、秘書、うんうん、いいね、右足 OK ね、右足。この量だとすぐなくなるね、それ、大丈夫なの。いや、もう、だから早急に取りに行く。え、1個しかくんないの、それ5つ入ってる、そこ。あ、5個ね、うん、5個で1個、5個を1ヶ月で使える。5個、どこ、5個1ヶ月、でも、シャワーも入っちゃうじゃん、シャワーも入ってやり直しじゃん、うん、ここで2本は消費してくる、もう、多分、うん、もうこっち、一緒、水虫だけは無理か、言ってもらう、無理か。そこはちょっと甘えれんな。5個、2個、5個、5個来た。ありがとう、5個。機長、ここ漢字ちょっと写してお願いします。機長さん、うん、撮ってほしい。ここもね、ちょっとほら、あ、削ってるね、削ってるんだわ。あ、綺麗になってる、綺麗になってるわ、してるよ、うん。これを皆さんちょっとお見せできないですけど、ケツの穴の周りにも塗ります。はい、お尻にもね、感染しちゃってるんで、あのね、これ医者が言ったんですけど、うん、もう恥ずかしくて行けないっていう方も多いと思う、うん、ね、視聴者さんもね、向き合って、俺7年かかったから向き合うのに、うん、恥ずかしかった、恥ずかしかった、うん、向き合えなかった、ね、いいかな、みんな絶対向き合ってあげて、うん、人を写してお願い、撮ってほしい、撮ってほしい、向き合ってる俺見てほしいもん、うん、リスナー様方に。こうやってね、向き合ってあげて、うん、本当に一皮むけるで、うん、恥ずかしがる必要ない、味も消費や。カサカサだね、やっぱカサカサ、うん、うん、将来ね、一緒になる女に、ケン、うん、ちゃんの足の裏で、うん、添い寝したいと言われるぐらいになりたい、うん、最後ね、みんないい、もう一回でくどいけど、足の指の間、うん、ここね、絶対に行ってあげていいかな。で、集団生活の時は、うん、靴下履いてればいいから、薄手のやつ、うん、うん、で、感染しないから、これで、すごい、すごい殺菌能力あるらしいわ、これ、殺菌能力が、うん、いい、一応いいかな、うん、よし、これでいい、こんぐらいでいい、はい、よし、ちょっと弁当避難させよう、うん、よし、一仕事終わったわ、うん、10個ラスコイ。いや、すごい、10個来た。ピーフラ来てる。ピーフラ来てるね。10個ラスコイ。ありがとうございます。特命さん。よし。手洗う、よし。ラスコイポーズの方。師匠、いや、あ、靴、ちゃんと、じゃ、これ履いたまで見てほしい。ちゃんと。下がりだね、ゲンさん。よし。うん。これ、助け合いだね、置いてくれてんの。うん、助け合いね。これ、助け合い入ってるね。うん、こっちについちゃダメだね、うん、そこに菌が移っちゃうから、菌が移っちゃうから、こう、こう油断しちゃダメよ、常に緊張感、こっちで洗おうなんて持ってたのか、うん、常に緊張感、おう、ここなんだよね、基礎開けてほしい、助けられ、うん、すいません、基礎さん、こういうことよ、皆さん、こういうこと、こう肘で肘、ここの肘でこうね、人使いすぎかな、ちょっと、うん、はい、すいません、甘えるにもね、自分でできることは自分で、これ一人何か誰かわかんないけど、うん、ありがとうございます、うん、あとは洗って戻ります、うん、
これ何？ソープ。あ、これがソープだわ。多動症発動してるわ。これがソープね。うん。これが足洗いの。終わってるか洗濯。あ、終わってない。まだ濡れてるわ。でシャワー3回だね、これ、1日3回行こう。そこまでだったら文句言わねえろ。よし、はい、OK です。よし、こんだけで、これも、そう、持ってく。タオルな、タオル忘れてるわ。タオル忘れてる。専用タオルね、手も拭くときも専用タオル。よし、こんなもんだね。うん。拭いた後にこちらの方で除菌をして完了と。そこまで行く。そこまで行く。やっぱそこまで向き合ってほしい。うん。うん、ケツはもうだから、うん、もうあともうだから。お風呂でね。あといいでしょ。あとでやりましょう。あ、そうそうか。うん、あ、そうそう行く。今から松平健の何着買ったんですかこれ。いや、ヤコス買って時間がなかった。スニーカーも買ったんでしょ。スニーカーとね、うん、パンツと。あ、後で注文してもらおう。もう着替えちゃっていいですよ。こっちの控え室で。うん、向こうの控え室で。うん、スニーカーも履いちゃっていい、ここで。いいよいいよ。もう履いちゃ、新品だしね、履いちゃってください。何の買ったんだ。あ、こっちには行けなか、空いてなかった、ね。時間が間に合わなかったね。4時からし。代理だね、今。代理、うん、代理。あ、そこね。ただいま。あ、キャプテンか。キャプテン。コーチの下ですからね、キャプテンは。治ってほしいね。何が出てますか。あ、時系列だね。時系列ですね。失踪したやつだね。簡単に移るって言いますからね、水虫は。確かに合宿に参加してなければ治すきっかけにならなかったからそのままだったかもしれないですね。人を救ったってことですよ、この合宿が。うわい、ファンタジー。お前がアラブの石油王ビル・ゲイツ、ソフトバンク、ソマセ、トップ、ウドンちゃんがいないとやっていけないスーパーラスコイ。さあ、スパークのスポンサーになってくれた。ああ、ありがとうございます。来るかこれ。になります、イベントに関しては。波が来るときは来る、うん、来ないときは来ない、うん、引っこ抜かれたり、うん、ねえ、
あと9ナイスで1300ナイスなんで、皆さんナイスお願いします。もしよろしければ、お手元のナイスボタン。人生と一緒ですよ、イベントね。舐めてるやつは何もしなくてもファンタスティックバンバン来るけど、ね、僕たちみたいなもうコツコツ系はこれで行くしかない。これで1300ナイスです。ラストイ。これコツコツ行くしかないんですよ。はい、どうぞどうぞ。はい、今日は真っ白で爽やかな清潔感っていう、もう出てきちゃった。おお、ああ全部。あれ？プリント見てちょっと。プリント。プリント見ます。鬼塚タイガーです、ね、あこれはじゃあタイガースを意識したファッションってことで、まあ、チョコとアレンジ、全部白靴もタイガー、まさか鬼塚タイガー、タイガー、あでも清潔感あるわ。タイガーって鬼塚タイガー、鬼塚タイガー有名なスニーカーのサイズがあるんで、これ30センチなんですね。なんな鬼塚タイガーって、全部白だこれ。プロ野球選手のあれも好きです。野球のメーカーなのこれ。どうなんすかね、何のメーカーこれ。靴でしょ、有名なのアシックスって言ってるよ。あ、アシックスだ。違う違う違う、鬼塚タイガーです、え、アシックスだよ、なんかシャープみたいな。似てますよね、この似てる、このなんていうの、横 の, ここの、ね、サイズがあるんですよ。鬼塚タイガーって確かちょっと高いでしょ。これで2万円です。2万円でしょ。アシックスの元の会社だって、あ、そうなんす、そうなんだ。これ2万円、ただサイズがない、前ちょっと流行った、なんか外国人に人気でしたよね、鬼塚タイガー。買いに来る人が多かった。それ知ってる。6の鬼塚タイガーですよ。へぇ、兄弟、兄弟。兄弟。で、まあパンツはもうザラ。はい、ザラ。パンツは安物。ザラダイガー。どこに売ってんの鬼塚タイガー。ナンバーです。ナンバー、ナンバー。デパート？いや、店舗です、普通の。あるんだ。あります。路面店で。ザラの反対側です、ザラ。専門店があるの鬼塚タイガー。ショップがあるの。ショップがあります。へぇ。まあ、これ8000円ぐらい、まあ、全部で3万1000円、3万円、結構奮発したゲンさん。ちょっと競馬買ったんだよね、いや見たことない鬼塚タイガーなんか、天然さんも履いてますよ。あ、そう、サイズが大きいのがあるんで、31センチまであるっす。知らんわ、大阪だけじゃないそれ。いやいや、全国全国チェーンにあるの。で、野球の大谷翔平も好きみたいです。マジ？これ何本ぐらいするの？上限セットアップ。これ2万、1万9000いくらです。2万もすんの？いやいやちょっと待ってくださいよ。ハイブランドではないじゃないですか。ね、でこれが8000円ぐらい。あ、まあまあするんだね。でこれさ、パンツが3000円。パンツが3000円。合わせてまあトータルコーデで3万円ぐらい。3万ちょい。まあまあ。小綺麗な感じで、ハイブランドではないですよね。カッコつけてる感じでは、少し奮発して、全身白だ。清潔感出たよ。清潔感出ましたよ、ね、ありがとうございます。いいね、ナイスお願いします。ナイス、かっこいいなと思った人は鬼塚ナイス、鬼塚タイガーナイスお願いします。で、ここで例えば、塾長、塾長ロレしたりとか、ジャラジャラしたりとか、なんかこうしたりとか、そこちょっとハイブランド入ってちゃうじゃないですか。このぐらいでいいかなと。ちょうどいいね、フワッチ配信者っぽいね。これだけですね、じゃあ買ってきたのは。今日ハイブランドで決めてこられても嫌ないね、やっぱ見てる人は。アイテム飛ばないっすね。飛ばない、こいつ金持ってるじゃんっつって、応援しなくていいよっつって、こんなやつってね。ちょうどいいね、こんぐらいのブランドがね、決めるぐらいが。すいません、はい、ありがとうございます。失礼します、バルマンとか着てるやつはダメだよ。確かに、舐めてるよね。グッチとか人のやついますもんね。良くないですね、それは。ラコステ、時間がなかったの。時間がなかった。ラコステ、Tシャツ1枚買いたかったんですけど、時間がなかったんですよ。はい、こんばんは。こんばんは。あ、元ちゃんあれだね、弁当食わないとね。あ、
弁当。うん。じゃん弁当。誘われてちょっと。ひとさま食べたばっかでしょ。ま、いける。食べたのが何時に来たから？2時、3時。2時、3時だ。まだ腹いっぱい？いける？いや、いけますね。呼ばれちゃってちょっと、げんちゃん呼ばれてちょっと、あの高橋のね弁当が残ってるんで先着1名様みっちゃん弁当食べれます。今フローリに来た方、みっちゃん弁当食べれます。どうですか、残りわずか1個ね。これ食べたい人います？食べれません。食べたい人来てください。みっちゃん弁当残ってます。なかなか食えないですよ。お急ぎください。いらないってやついちいち書かなくていいんだよ、いらないね、そのコメントはね、ババアがよ、マジ性格悪いなお前、帰れとか、ピンポン押して大丈夫です。うん、いいですよ、はい、いただいていいですか、ミスさんの。どうぞ。いいですよ、インサートお願いします。ゲータ真ん中座っていい。あ、いいですか、すいません。じゃあ冷蔵庫かどうしよう、入ってんな。 あ、ピカチュウのアイスも今なら、あ、無料で、うん、プレゼントできます。うん、はい、失礼します。はい、じゃあインサート入りますね。めっちゃメインストとどっちが欲しいかね。うん、開けて欲しい、うん、配信タイガース公式スポンサー、ミスさん、うん、白米、これいい米でしょ、絶対、めちゃくちゃうまかったね、米がうまい、うん、で、鮭、これ絶対にいいやつね、うん、生姜焼き、うん、で卵、米に合う味付けでしょ、これ、そういうこと、卵焼き、アスパラ、うん、ちくわ、これはなんか入ってる、3つなんだね、やっぱり、3人、3つだから、3つだから、3つ子、あの、うん、僕、一番下の末っ子みたいな感じだから、はいはい、子供2人でしょ。あ、なるほど、なるほど、だから、息子ちゃんが2人と、せいちゃんが1人みたいな、はいはいはい、で、筑前煮とマカロニサラダ、マカロニサラダ、うん、スターティングオーダーは以上です、うん、よろしくお願いします。いいですか、入って、あ、いいよ、うん、いいよ、お父さん、お父さん、お母さん、お母さん、リスナー様方、リスナー様方、感謝感激、感謝感激、雨あられ、雨あられ、風船ケーキ、長いな、長いな、メガホン、長いな、長いな、うん、長いな、いつも通りデフォルトでやってくんねえかな、変えないで勝手に、覚えらんねえもん、ちょっと覚え、はい、すいません、もう一回いきます、長いわ、お父さん、お父さん、お母さん、お母さん、リスナー様方、違うだろ、美味しいお弁当いただきますでしょ。お父さん、お父さん、お母さん、お母さん、美味しいお弁当をいただきます。ミスさん、美味しい弁当をいただきます。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 ちょっとミッちゃんがいいよと言われた。あ、そうだ、そうだ。まだ待てだから。うん、待てだよ。ミッちゃんがいいよって言われた。よしって言われてないね。ミスさんすいません。あまれんか、ちょっと。ミスさんいますか。せっかく作ってくれたから。ミッちゃんがいいよって。みーちゃん食べてもいい？これ見てるか、これみつ、やめて、食べてもらってありがとうございます。あ、来た今、うん、来た、いただきます。あ、機長さんツイッターにあげてくれてるわ、あげるわ。あ、じゃあ、まっちゃんもちょっとツイートして、これ、うん、うん、ツイートして。こう2年8ヶ月ぐらいふわちゃってきてるんですけど、うん、うん、鍵垢なんですね、うんうんうん、300人ぐらいしかフォロワーいないんですけど、うん、鍵垢で、うん、凍結してますマジかよ。ちょっとツイートできないのこれ、まっちゃん永久解消 されてます。ダメ、凍結しちゃってるって。凍結してます、すいません皆さん、ツイッター凍結してます。だからちょっと機長さんの方のツイートちょっとチェックお願いします、お願いします。すいません、今ツイートしました、よろしくお願いします、よろしくお願いいたします。いただきます、凍結です、永久ですね、永久。うわー、うまいわ、うまい、うん、
みっちゃん美味しいって。うまいわこれ。刑務所帰りには最高だわ。うん。もう一個残ってるんで、リサさん、1名様プレゼントします。来れる方、来てください。大至急。みっちゃん弁当限定。1名様。来れる方いますか？みっちゃん弁当。卵焼きうまいですね。うまいでしょ。うん、卵焼きいったっす。うん、いやこれ卵焼きで分かるんだよね。甘めじゃないね。これ米に合う味付けにしてあるね。うんうん、ちょっと薄味ですね。うん、健康気使って。うんうん、これ食べちゃったのよ。342。チェック。合唱。結構戻るな。34になんか結構言われてるな、ずっと。どこだ。何してんのよ、ゲンさん。何も言ってないじゃん。別に変なこと言ってないぞ。大丈夫でしょ。大丈夫でしょ。525525525。パパ消えて合唱だな。いや大丈夫、それは大丈夫。ダメですか。うん、ダメですか。302号室だっけ、なんだっけ、203、ここ203号室です。203号室そう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 、作ってくれた、みんなのために。あー、危ねえ。でも、たかしがいないからね、えもったいないじゃん。これ可愛いでしょね。うん、電話する一回。弁当作ってくれたぞって。あ、奥村さん。高橋に。うん、電話する。もしもし。もしもし。出た。出たじゃん。帰ってこないですか。いや、帰れないっす。帰れない。帰れないです。あの、みっちゃんがみんなのために弁当作ってくれて、ええー、1個残っちゃってるんで。そうだろう。そうなんですよ。弁当食いで。ちょっと帰ってきてもらっていいっす。せっかく作ってくれたし。うん、どこに、みっちゃん弁当。みっちゃん弁当、どこにいるんですか。いや、それはちょっと言えない。言えないです。ちょっと、ちょまっちゃんにからちょっと一言言って。ちょっと住めない。奥村さん。うん、奥村さん。はい。こんばんは、松平です。こんばんは。ちゃんと練習してるか。サボってないような練習。いや、小倉さん、ちょっといいですか。冷静にわーわー言いたくないんで。うん、人間性疑いますよ、今そんなこと言える状況ですか。お前さ、舐めてんの、配信タイガース。俺たちはそういう訓練を何年も続けてきた。何年。お前はまだ入団テスト生だぞ。いや、そこ関係ないですよ。お前はまだ配信タイガース。違う、奥村さん、そこ違うね。連絡なかったじゃないですか。それは球団の関係だ。お前はまだテスト生なんだよ、この野郎。それは決めるのは塾長です。頭が決めるんです。監督に聞いてくれ。そうですよね。うん、なんて聞いてなかった。俺が言える立場じゃないと。うん、テスト生だから。うん、
いやでも違うんじゃないかってことを冷静に僕は奥村さんに言ってますね。だからこういう行動を取っているコーチにはついていけないですよってことでしょ。要はちゃんとしてくださいよってことでしょ。うん、そういうことです。見本にならなきゃダメだ、うん、人のことばっかり言うだけじゃダメなんじゃないかと、うんうん、わわわ言った喧嘩になっちゃうんでね、うんうんうん、そういうことなんですけど、うん、奥村さん分かります？松平、はい、どうしました？ちゃんと便所掃除してるか、クイックルワイパーちゃんとやってるか。奥村さんそれいいですか？もう苦し紛れになってますよ、もう今もう奥村さんをかばってる文明ないですからね、誰一人。もう素直に謝ったらどうすか、昔の俺みたいになってますよ。それは言えないそれ言えません言えないやつときついですよね、うん、プライドの塊じゃないですか、うんうん、俺にプライドなんてねえんだよ、この野郎。いや、プライドあるか言えないんでしょ、それは。プライドが高いから言えないんですよね、それは、うん、それはちょっとね、言いますね。やっぱそうですよね、塾長。で、ちょっと俺、お蕎麦やってんけど、今日、うん、うん、お蕎麦やってんけど、今日欠席でいいですかね。欠席、うん、このじゃあ、みっちゃんの弁当は食べれない、食べれないってことだ。あ、食べれない、うん、弁当だけでも取りに行ってくんないですかね、うん、え、弁当だけでも、うん、あ、弁当だけでも、あ、美味しいわ、すげえうまい。じゃあちょっと申し訳ない、弁当食えないです。ダメ、なぜか教えてください、奥村さん、丁寧さん。あ、みっちゃん怒ってるわ、タコショーお弁当って。あら、うん、申し訳ない、弁当食えないです。みっちゃんに謝ってちょっと、すいません。うん、え、お伝えください。二度と天然さんに投げません。卒業します。ちなみにフォロー欄4位以内です。さよなら。エンタメやん。エンタメやん。誰ですか？いや、銀太郎さんよ。銀太郎さんですか。うわ。5835さん。あら。いや。誰だ。いや、天然さん。ん？これちょっと謝った方がいいんじゃないですか？東京戻ってます今。嘘でしょ、マジで。マジです。いや、ちょっと待って俺ら何だった。いや、笑い事じゃないですってそれ想像できなかったわ、まさかの。でも考察には入ってますよ、うん、考察には入ってますけど、苦し紛れじゃん、完全に苦し紛れ入ってるじゃんね、うん、こっちにいると思ったもん、マジで。まあね、子供の関係とかってちょっといろいろね、うん、病院関係とかいろいろあって踊りました、すいません。なるほど、相談してほしかった、うん、相談、塾長いいですか、うん、塾長さんいいですか、うん、それはちょっと相談してほしかったっす、ね、僕もね、これはね、ちょっと配信上であんまり、なんちゅうかな、あんまね、言ったらね、士気が下がると思って。ああ、これ抜けるわってなっちゃうとね、うん、そうなんですね。ネタ作りのためにってことですね、じゃあ。しょうがないか、でも子供いるからな、うん、それは。でも配信外でその俺らに伝えてほしかったですけどね、うん、まあテスト生の俺が言うのは分際じゃないかもしれないですけど。いや、僕あの東京モーティはまだついてないよ、東京に。あ、ついてない。あ、ついてない。あ、沼津。じゃあしんどすぎて途中寝たけど。沼津、うん、今。いや、あの、沼津じゃない。沼津じゃない。どこら辺なんですか、差し支えなければ。やっぱな、あの、静岡とかっちの方ですよ。うん、あ、営業？営業ちゃうよ。営業じゃないの？闇営業じゃないの？ちょこっと自分だけ多めに買ったからハメ外したとかないですか、天然さん。ないです、ないです。ないですか、うん、
そんな知らねえがでも。子供がね、いるから、体調の変化があるからね、岩ちゃんのね。まあ、ね、座りとかね、結構しんどさいしね。それはサポートしてあげないといけないからね、やっぱり。そう、まあ、開けっぱなしもね、ちょっと具合悪いからね。それは言ってほしかったけどな。そういう理由で、すいません。しょうがないね、それは。僕も配信対決戻りたいです。戻りたい。タイガースのみんなと一緒に過ごしたいです。よし、よく言った監督。また大阪戻るんで、配信タイガース油断しても行きますか。当たり前だ監督。いつ帰ってくるんだ。富士山終わってから富士山登らなかったら、一回それ終わったらゼロワン誕生日が変わったあるし、あなんか言うかなと思って。じゃあ継続。だから、でも一時解散する。岩ちゃんがでも体調悪いんだったらずっとそれでいいんじゃない。まあ、でもこんなあるでしょ、ちょいちょい。あるでしょ。安定期入ってないでしょ、まだ。安定期に。だからちょっと安定するまで一緒にいたら、またこう穴開けるでしょ、だって。ちょっと代理のちょっとコーチ探すか。代理おる。ちょっと探してみるわ。了解。とりあえずね。みんないつまでおんの、そこに。28まで。じゃあ28も解散でいいんじゃない一旦。で、28解散の7月4日後に再結成。ここで。いや、もういいじゃない再結成とか。もう永久解散ですか。もういいと思うけど。どうすかね、伊沢さん。いや、いや、あのさ、あのどっちにしたかって一回みんなあれで帰るで。まあ、僕もね、一回帰らないキリがないからな、これ。いや、続投はいいでしょう。続投やめる。しんどいよこれ、おっさんの共同生活これ。何がおもろいのこれ。毎日同じ弁当食ってさ。今日はいいですわ。みっちゃん弁当ね。何がおもろいのこれ。野球もしねえしよ。そんな試合もしねえしよ。4人しかいねえし。で野球ってさ9人だよ。4人って4人何やるの。フットサルもできない。これフットサルできへんよ。何ができる。卓球最低9人いないと。9人おらなあかん。野球チーム4人しかおらん時点で野球できないよね。よくよく考えたら、キャッチボールぐらいしかできないね。いや、何してんの。テストセンスがいいですか。長い間いようとするからダメなんじゃないです、短期の1週間な1週間10日短期集中の合宿みたいな感じにしちゃえば、もっといい感じになるじゃないですか、これ。すいませんね、生意気な意見言って、皆さんテストセンスです。だから配信タイガース2は6
6月の28か9で解散して、うんうん、次配信タイガース3やったんじゃない。あ、プレステみたいじゃない早いね、まあ、ドラクエみたいな感じで、うんうん、ちょっと1がね影響力がありすぎてさ、うんうん、期待しちゃうけど、うん、ちょっと配信タイガース2はちょっとね、うんうん、5までやるかじゃあ5まで、うん、ゴールがないからなえるんよこれ、うん、そうそう、ゴールがないからな、キリが、いつまでやるんこれって。ゴールどこなんすか。いや、わかんないっす、うん、で練習試合もないし、うん、2ヶ月はきついな、さすがに。いや、これあの皆さんね、すいません、新人ですけど、うん、1週間10日で値上げるよ、まず普通、うん、普通はね、普通は、うん、プライベートが全くないから、ないんだよね、ないよ、うん、だってあの1日2日で消えるやつザラでしょ、うん、だいたいそんなもんですよ、ですよね、うん、塾長、あのもうちょっと期間を短くとかでいいんじゃないです、うん、いや、俺の意見ごめんなさいね、うん、秘書さんも10日かな、10日間合宿だみたいな、うん、まあ3日なら3日で、うん、逃げ場のない場所でやりますか、キャンプ、じゃあ無人島とか、うんうん、山奥でね、うんうんうん、そういう感じのが良さそうですけどね、なんか、うん、長期だとやっぱりこうなっちゃうんで、うん、だからどっちにしたかって29人はもうみんなおらへんな、いないですね、俺も帰らなきゃいけないです、帰るやな、遅かれ早かれ、うん、あのさ、孤立やめとかさ、結局さ、これ29みんな解散するよみたいな結局は、うん、あのさ、怒ってるけど、うん、鍵どうしたらいいの、鍵はまた取りに行くわ、来たとこ、あ、1個持ってる、天然さん、俺持ってるよ、あ、持ってる、天然さんの、ま、これ間違いテンパっちゃって、あの夜中閉めちゃったんすよ、ポストね、うんうん、番号が分かんないですけど、いいですか、そのままの状態で、あ、いいよいいよ、うんうんうん、うん、だから確かにみんな怒ってるのはそこじゃないの、分かるけど、うんうん、だからとりあえず、うん、まああと29まで、28から29までから言うても2、3日だと、あと2日、29の朝には解散式なんで、あと実質2日ぐらいですね、2日、うん、ですね、了解、うん、じゃあ、あの皆さんありがとうございました。いつ東京着くんですか。明日、もう今日には着くよね、今日中に、うんうん、あれポストに鍵入ってたんですけど、うん、奥村コーチが入れたんですか。いや、僕じゃないです。誰が入れたの。俺入れてない、ポストに鍵が入ってたんですよ、ポストに、うん、家の、うん、誰が入れたの。僕のコーチでしょ、入れたの。いや、僕です。誰が入れたの。いやいやいや俺、鍵持ってたんですよ、でテーブルの上に置いたんですよ、うん、ここにで、なくなってたんですよ、テーブルの上に、なかったですよ。誰が入れたの。奥村さん、どうなんですか、本当に。アツシが入れた。いや、僕です、すいません。おー、なんで嘘つくの、これ。なんで嘘つくのかな。しょうもな。なんで嘘つくの。いや、あの出て行くときにちょっと鍵を持って行ってしまって、2個持ってっちゃったんだ。うん、で帰ってきたの。1回でいいや。あのフローレの門をね、もう一回くぐろうかなと思ったけど、うん、その勇気がなかったな、俺には。怖すぎて。何時ぐらいに帰ってきたんですか。いや、出て行ってすぐやな、すぐ。
天然さん何時ぐらい出てたんじゃ。俺出たんが何時だっけな、もう覚えてないよ全然。俺が寝する寝て確認してから。うん。8時20分ぐらいに洗い物をしだしたじゃないですか、ぶっちゃけ言いますけど。覚えてます？洗い物、シンクで洗い物とかしだしたじゃないですか。うんうんうん。あの時俺に優しかったのはもう出てこの頭にあったんですか？出ていく頭、いや、あのシンクなんかちょっとチェックしようかなね、虫は踏んでちゃんと。ああ、そうですか。気にしようかなね。そこは冠でしたね。読みすぎ、深読みすぎ、ね、深読みでしたね。うん、僕とりあえずちょっと富士山登ってから帰るんで。あ、1日ね。うん、富士山で頑張ってきます。ユニフォーム持っていったっすか、タイガースの。タイガースのユニフォームは持って行ってないかな。売ってる、ないもんね。うんうんうん、捨ててないってことだ、まだね。うんうん、そういうことですね。どっかでまた配信つけるんで、うん、あ、今日すいません、うん、わかりました、うん、はい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 、無限の彼方へ、さあ行くぞ、笑ってこらえて、こらえてやれんの勝って、三人だね。じゃあ弁当余っちゃった、おい、どうしよう。ちょ、誰かいないか、これ食べる人。みっちゃん弁当配信者の人はなんかいないか。配信で OK。 あー、もったいなくない。まあ確かに、誰かいない大阪でみっちゃん弁当。めったに食えるものないですよ。一人募集します。うん、いや、2個食えないよ、話いっぱい。もう違う違う、こういう時に来るならそういいんですよ、室井くんね。わかります、リスナーさん。ここでバッて室井くん来たら、うん、多分ね、何も言わないですから、ね、今なんすよね。いや、俺食わない、俺。いや、俺ももう食べたもん、うん、そんな2個、2個いたらんか、2つもらえる立場じゃない。リスナーさんいないか、うん、赤出しで、同じこれ行くと。みつさんがコメントしてましたよ、すいません、見逃した。ちょっと帰ってくんねえか、もう一回同じこと、コップして、ちょっとプロレス、うん、かいいよ、そのままぽい。いやー、それはあかんて、あかんて、それはあかんよ、それはあかんて、みっちゃん、それはダメよ、あかん、うん、全員配信してる、それはあかん。いやー、どうしよう、全部食べた、お疲れ様でした、うん、はい、残さず食べました、ちゃんと。どうしよう、もったいなくない、うん、リスナーさんがいいな、でもみっちゃんの好きな、できればね、みつリスでね、食べてもらいたいね、ファンの方がね、うん、あ、リタリタね、なんかおらんか、わかってなかったっけ、リタ君家に出てなかったですか。うん、リタ呼びます。まあ、リスナーさんはもしね、うん、いなければ、いなければね、誰かおらんかな、大阪で。あれは高志の弟、アツシ。アツシ養殖ストレートダメ。ちょっと待って、今チェック、チェック入りますね、うん、俺なんか見つけちゃった。24にバルス、あ、うん、お疲れ様、うん、空気読めないね、バルス、そういうコメントやめてね。あっちこ連絡先知らないんですよ、誰もね、伝わりない。見てるは見てるらしいじゃん。あ、昨日自転車探してるリスターさん、うん、いない、誰か、あっちわかんない番号、なんか
食べたい？食べたい。あ、ラーちゃんね、大阪だけど。ピッツァファンですか？うん。めっちゃエースだね、うちの。何番も持ってくか？10個ラスコイ。10個ラスコイ。あー、サクちゃんナイス。ありがとうございます。何番いくか？あー、あのね、ブリーダーの方はね、遠くから来てくれてるんです、和歌山の方から。あら、えらい遠いんですよ。和歌山とかね。ムロヒ？遠いもんな、あいつ。一緒だよ。一緒ね。酒井です。酒井です。和歌山？ラーさん、酒井なの？届けに行くぞ。届けるわ、じゃあ。届けに行くぞ。デリバリー Z やります。届けるわ。どこどこどこ。デリバリー Z やります。あの、DM ください。ちょタイトル変更する？ちょっと。何しますか、やったじゃん、ラーさん。タイトルは？いける？タイトル何しよう。うん。タイトル。ラーさん。酒井。リアトも来てくれたからね、前。うん、あ、リアトツ来てくれたんだ。うん。ウーバーする、ウーバーするよ。はい。来てる、一個。ウーバーする。酒井だって。待ち合わせしよう。どこがいいんだろう。酒井市駅来れるかな、それか酒井東か。堺駅ってある20枚。 DM ありがとう、ダンスクラスコイ、ナイス、ナイス展開できたよ、これ高橋のおかげで。他にも来られる方がいたら、うん、アイスありますよ。アイスあるよ、うん、どうする？アサイルマイナス、みっちゃん弁当、656チェック。どこ6？うん、656。いつとみつの弁当食いて。それはセーフだろ、お前。セーフだね、お前。敏感だろ、お前。敏感、すごい敏感。そんなのセーフだろ、お前。男だったらそれは仕方がないね。しょうがないんだって、げん、ちゃんもやりたいって言ってんだから。今日生みつ見てどうだった？かわいい。かわいい。うん、やりたい。だからやりたいは仕方がないじゃん。うん、かわいいな。それは言わせないでよ。めちゃやりたいよ。正直に。めちゃやりたかった。今日初めてだったけど。やりたい。それおかしいじゃん、もう。やりたいって。それはおかしいって。願望を伝えないと。あ、ちょっと電波あるよ、これ。これ何これ。ちょー、機長さん、 Wi-Fi わかんない、 Wi-Fi どうやってやるんですか？ Wi-Fi 悪いのか、これ。治った Wi-Fi だから一回切り替えなきゃダメだな。だから松田で個別アカ解除しといても、あの、もう凍結です、うん、Twitter すいませんけど、これ Wi-Fi から切り替えないといけないからな、 4G に。大丈夫ね。ラーさんから DM 来るか。あ、ラーさん来た。これどこなんだ、これ。食中毒で安置されたら困る。リスナーはやめよう。いや、大丈夫。大丈夫でしょう。大丈夫。だってまだ保冷剤入れてくれてたし、作ったばっかでしょ、これだって。ケムシさん10個ラスコイです。ナイス、ケムシさんです。やりないな。ここだね。ほらよ、ありがとうございます。近い近い近い。ありがとうございます、ジバイ。ここですね。ここです。出動します、じゃあ車で。はい、10分ぐらい、うん。どこまで行っていいんだろう、車でね。映っちゃうのは、場所。リスナーの方ですか？リスナーさん。そう。どこまでいいんだ？どこら辺で待ち合わせるんだろう。
コンビニ駐車場とか。家の前でも大丈夫だったよ。あ、いいですね。あら、あー、サイデマイダス、ありがとうございます。住所聞くわ。ツイッターで便利でしょ、リスナーさんとこうやって繋がるんだよ、うん、便利です。リアルタイムでリプ入るね。うん、しか、ツイッターっていいよね。いいわ、ツイッターいいね。活用したわけよ、ツイッター。活用しないの、こうやって。いや、活用してます。してる。うん、鍵やかにしちゃったんですよね、最初始めたぐらいの時。うん、ほんで？で、1ヶ月ぐらい前に、ね、うん、突然20個ラスト。20個超えるです。私は絶対無理だけど。あー、ティーマー、すいません、すいません。ほんで？凍結です。凍結です。鍵やかで300人ぐらい。そんなことある？ないよね。300人しかフォロワーない。なんで凍結するの、それ。よく凍結って聞くけど、なんかエッチな画像上げちゃったとか。ないないない、印象操作やめてください、うん、それないから。俺はこんなおっさんの裸の写真はいらないでしょ。いる人います、はい、配信対策ステッカーも欲しいってある。あ、俺ももしかしたら。俺ある。タイガーさんステッカーも大きくなったら配信対策入りたい。5個、5個飛んでた。大きくなったら阪神タイガース入りたい。そんなの。あ、ゴート入った。誰誰誰誰誰ですか。ああ、うちの最年少のリスナーさんね、2歳の、2歳の子。あれ持ってるかも。ちょっと見るか。まああるわ。あります。これ。ある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 。うち全部持ってるかこれな。うん。全種類。全種類。全種類。メンタに入れていい、これ。これと。お、挟んだよ。持ってると思うけど。ダーさん。入れてあげよう。持ってあげよう。これね、これダーさん。これもある。これもある。あるある。ある。4種類。オッケー。ダーさん。で、ダーさんのためにお弁当とステッカー持ってきます。今から。Wi-Fi からちょっと 4G 切り替えるけど。大丈夫かな、くるくるになっちゃうけど。一回切ってみます。ちょっと Wi-Fi 切ります。ちょっと電波悪くなりますね。直った。直った。 OK かな。いけてる。いきますか。 OK。 後ろ向いてここだね。ここです。無料アイテムとナイスお願いします。1400万だと56。ポチッと1回押してください。ナイスお願いします。お願いします。ナイスお願いします。あ、ピカチュウアイスいるのかな。あ、ピカチュウアイスも持ってったか。綺麗なやつあげましょう、うん、一番上のちょっと顔が崩れてる。50個。わーい、50個来たから。50個。あ、サクちゃんナイス。はい、ナイス。あすかい、ありがとう。アイスどこにあります。冷凍庫だね。冷凍庫。うん、あ、これか。嬉しいんじゃないこれ、うん、ひっちゃん弁当。どれが新しいんだろう。あの下にあるやつ、一番目のがね、顔が崩れちゃってるから、うん、下のその箱がついてるやつ、どっちでもいい。どっちもいい。鍵。多分玄関にあったら。よいしょ。防護サインになって抜かれたんだよね。防護サイン。スリッパ行ったらいいね、スリッパで。うん、ちょっと待ってください。
チュアの31のね、ピカチュアのアイスがあるんで、大量ありがとうございます。いいやつと、なんかホールケーキみたいなやつ。うわ、G がいる、G 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 がいる。こんばんは。リスナーさんにね、みつさんが作った弁当を渡してもらって。なんだ、なんだ、俺運転できないんよ、うん、僕のね、保険が入ってないんよ、機長さんしか乗れないんよ。帰りに白髪染めな。ああ、そうだそうだ、うん、やってるか、薬局はワンチャン。わ、薬局やってるか。9時過ぎちゃってるから。なんかドンキしかない。ドンキホーテか。ゲンさんは免許は国際免許持ってるな、うん、全部持ってる、全部持ってる。外国でも乗れる。コンビニあるか白髪染め。スギ薬局何時までなんだ。あ、ジュースも買いたいね、コーヒーね、コーヒーも。ウルシア、うん、グミな、グミ。グミね、うん、あ、財布を持ってきたことある。財布ない。財布俺ある。あ、持ってきてるわ、カバーって。いや、ゲンちゃんも最近グミハマっちゃってさ。もう二度とやらないです。グミ好きでしょ。好きだけど、5袋とか絶対無理。あ、やんないね。でもつまむでしょ。つまむ、うん、ちょいちょい。うまいよね。はい、うん、おっさんがグミハマってます今。うん、グミダイラです。あ、プッチョもいいね。俺ちょっとハイチュウ恐怖症なんよね。ちょっと銀歯取れちゃって一回、ね、怖くなっちゃって。うん、爪も取れるとか、ね、そう、ちょっと怖くなるよね。ちょっと食べれない、ちょっとハイチュウは。硬いグミ好きなんですよ、あと俺。だからあのコーラのやつ行ったんですね。そうなんですよ、あれランク上げた。コーラアップめちゃくちゃうまい。ランク上げてたからさ、ちょい硬いやつ。ああ、コーラアップ。ピュレグミちょっと柔らかすぎちゃう、僕からしたら。ごめんなさい。ちょっと弾力がないと。うん、ミルキーも怖いね。うん、くっつくね、めっちゃ。歯根こそぎ持ってかれない、あれ。ボタン飴もね。うん、いや、ゲンさんはね、名古屋のやり方だから。僕、埼玉のやり方だから。故郷は違うんです。名古屋のやり方、名古屋人間、名古屋人間です。カンデミーナ、あんま好きじゃないですね。砂糖ザラザラ系ね、塩がついたシャリシャリ系、あんまり。うん、なんかいっぱい食べちゃダメのような味して。いっぱい食べても害がないやつは食べたいですね。うん、僕埼玉ですね。うん、あ、タフ組ちょっとザラザラしてるでしょ。あれがなかったのにね。うん、硬いからね、好きなんですけど。今一押しはやっぱコーラのコラップだね。二
ニコ投げラスカイ戻ってきましたよ。ニコ猫ありやすラスカイハードグミ好きっす。果汁グミうまいっすね。トラウマだわ。果汁グミの高いバージョン、硬いバージョンも出たのよ最近。ちょっと大きくなって変わったんですか。変わったんですか。果汁グミのハード版が出たんですよ最近。うまい。あのね、最近出た雲グミってのを食ってみたいんですよね。雲みたいな白いやつありますね。それね、みっちゃんちで買ったんですけど子供に食われちゃって空の袋しか入ってなかった。食いパクっちゃったよね、雲グミ。どんな味なんだろうと思って。今リスナーさんのお家にお弁当を届けてますよ。みっちゃんが作ってくれたお弁当1個余っちゃったんで、奥村隆が東京行っちゃってるんで、うん、あ、柔らかいんだ雲グミ。あー、氷グミ、氷グミ、ありがとうございます。聞いたことないですね、氷グミ。地球グミは気持ち悪いね、あれは食えない。韓国のやつでしょ、ニョミドしたやつ。うん、あれちょっと食えないわ。見た目が気持ち悪いやれ、うん、子供ちゃんに食われちゃったから。ハリボーはまずいでしょ、タイヤ見てじゃね。ハリボグも知ってる？いや知らない。ドンキホーテとか売ってるんだけど。あれ韓国？どっかの国だよね。日本じゃない。日本じゃないですね。日本のじゃないとちょっとグミ食えないですね。タイヤみたいなやつでしょ。ホイフルは好きですけどあれ。うん。うまいあれ。ハリボ。ドイツ？うまいのあれ。うまいよって言ってる人いる。まあ、タイヤどこでも置いてますけど、ね。なんかタイヤみたいじゃない。ハリボ。あ、DM 送りました。ラスカイ、一回です。ちょっと待って、どうしたどうした。この先、走行するレーンにご注意ください。あ、了解です。これね、高級車が止まってる。あ、お金持ってるか。めっちゃ投げてる、すごい。ラーさん、いつも甘い差し替えてるか。こんぐらいしないとね。あ、コーラがうまいんだ、ハリボー。こんな近くにいたとは。ナンバーに来てくれたのにね。こっから来たんだ。じゃあナンバーリアトツ来てくれたの、ラーさん。いつの時ですか。いやー、だいぶ前よ。配信タイガースかな。じゃない、ない時。いやー、配信タイガースかな、違うかな。グミ食いたくなっちゃった俺。ちょこっとちょこっとつまみたいですねあれね。うん、つまみたい。あ、そうだね、バレンタインの時歓迎してくれた。そう、みっちゃん、ディオールのなんだっけあれ、リップ。あ、リップだっけ。みっちゃんディオールのリップめっちゃ買ってリスナーさんにリアタツマって配ってた。見ました俺。見た、大反響。みんな電車乗り継いできちゃったよ。生蜜見えて泣いてる人みたいな。感動して。神様的存在、宗教かなと思ったもんね。なかなか会って宗教だよね。蜜に会って泣いてんだよ。うわうわ泣いてんだよ。配信者以上ですね。そう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 。蜜様、蜜様。女性ですよね、もちろん。女性。うん。あ、下着も配ったね、クマちゃんのね、下着ね。みっちゃんとおそろ、俺も履いてるやつ、クマちゃんの。いや、がっかりはしてないですけどね、高橋さんは。もう通常営業じゃない、こんな失踪でいなくなるとか。高橋さんだって知よく知らないんじゃない、多分叩いてる人。タコシこんなもんやで。何を求めてんの、タコシに。
このだらしないのが天然ストレートだから、うん、そもそもちゃんとしてないから、最初からちゃんとしてるやつだったら車のローンも払ってるからね、うん、頑張ってた方だと思うね、彼的には。うん、こんなもんやで、たかしは。そうだ、ワンを見てないんじゃないかな、配信タイガースの初代を。2から見始めた。ああ、ひどかったよ、まだマシだで。何回失踪したってねえ。で、俺たちも黙ってなきゃいけないんかなと思ってさどうすんのこれ、いないって言って大騒ぎすんでって朝誰やんのっつってさ、ねえ、かばえるこれいや、いるっすねとか言って、いないだろ、いや、いるっすねって、できるこれって、高橋の部屋行ってこいよって言われたらどうすんのこれっつって、あ、これ右なんだな、降りないといけなかった、下から行けなかった、下から行けなかった、間違えたの、この下道だったね、こんなもんやで、ちょっと求めすぎかな、高橋なんか見損なったとか、なんかもうフォロー外したとか、もう見ないとか言ってる人は、うん、ならもう行くしね、こんなもんやね、真面目だったら思んないでしょ、タコシが。このふざけっぷりがいいんじゃない、うん、舐めてるわみたいな、そうでしょ、タコシ知らない人が叩いてんのよ多分ね、うん、にわかだろうね多分ね、叩いてるやつら。ガチレスほんとやめてほしいね、マジでね、エンタメ、クズだからね、うん、そんな真面目なやつがフワッチやってないから、そもそもサラリーマンやってるよ、真面目だったら、うん、そうだ初見さん、まともじゃねえからフワッチやってるでしょ、社会で通用してたら社会で行ってるでしょ、間違いないんですけどね、それ、うん、まともじゃつまんねえのよフワッチは。ただそれなんだろう、うん、規約が厳しくなったじゃないですか、うん、真面目になったやつらもいますわね、うんね、うん、しがみつくために、うん、あっちです多くてさ、機長さんも真面目だけど面白いでしょ、たまに沸かすでしょ、ドラ猫さんとかね絡んだり、一人でも面白いでしょ、暴露されたり、貴重もそういう一面あるんだみたいな、うん、安心したわみたいな、男だわ、それあるね、安心するよね、あ、貴重も男だ、うん、まあそうですね、うん、そういうのがいいじゃん、人間らしくてね、たまにはいいじゃん別に、そうね、うん、モテんだからしょうがないじゃん、うん、そう、配信者にね求めすぎ、常識とかモラルとか、7年間、うん、病院行かないやつもいますからね、うん、ミスしても、そう、すごかったね、でも叩いてるやつね、バーっていきなりタコシのことね、岩ちゃんにヘイトを向けたりね、こんなもんやで、登っちゃいけないんだな、そこどこか、これ横、いやでも俺戻ってくると思ったんですよね、横か横通りです、結構走ったんで、ね、うん、予想できたんすか、うん、たぶんもともとそういう叩いたやったタコシリスナーじゃないんじゃない、ラジオもでしょ多分、あーいけないんだみたいな、亀裂を破っちゃダメだよねみたいな、何回失踪したってお前タコシ、なんか岩ちゃんね不安になるでしょそりゃ、
ちゃんと連絡してれば大丈夫だけどね、してなかったらめちゃくちゃ不安なんじゃない、うん、ねえ、大丈夫だから、うん、ね、あーそれな、俺は何位、4位以内とかな、嘘か本当か分かんねえけど、いちいちな、やめませんかそういうの、俺ら1位だけどとか、俺ら2位なんだけどさ、もう投げんのやめようかなとか、絶対タコシのリスナーじゃないでしょ、そもそも面白くて投げてたんだから、その時は、何しても応援しなきゃダメなんですよ、推しって。あのピンチの時こそ応援しないと、カコイさんは、それカコイさんじゃないですからね、ね、叩かれてる時に赤出しで守ってあげるぐらいじゃないと、叩いてる配信者のとこ行って、なんだてめえこの野郎って、うん、五十嵐みたいにね、めちゃくちゃ叩かれてて、たわく で特攻隊長で赤出しで文句言うぐらいじゃないと、それは囲いじゃないよ、なんか不祥事を起こして囲いやめるとか言うんだったら、うん、それがもう遅かれ早かれなんだろうね、離れるのは。ああ、そう、報告いらないんだよ、うん、私はこの人にいくら使ったとか、もう私いなくなるからとか、めちゃくちゃめんどくさいね、そういうのね、あるね、あるでしょ、うん、本当の囲いさんじゃないよ、それは。意外とすごいんだよ、ガンガン行くからね、赤出しで特攻でブロックされに、うん、これが本当の囲いね、うん、こういうの大事にしてるんだけど、守っていかないといけない、五十嵐のアンチコメとかね、うん、あ、俺の悪口言うなって赤出しで言ってくるからね、なかなかいないんじゃない、ここまで守ってくれるリスナーさん、赤出しで、みんな黙っちゃうでしょ、あの、あれ炎上されたらさ、赤出しの子いなくなっちゃうでしょ、いやー潜っちゃうね、潜っちゃうでしょ、何回か俺も炎上しました、ね、うん、潜っちゃうね、うん、普段の赤出しの人はね、潜っちゃうですね、叩かれちゃうもんね、その人もね、よくこんなやつ応援できんなとかね、うん、潜っちゃう、そう、でも、元さんが終われば、そうそうそう、皆さん、あと3分ぐらいですね、お待たせしました、はい、UberZ です、みっちゃん弁当届けに来ました、あとピカチュウのケーキアイスと、よろしくお願いします、あと3分ぐらいです、お願いします、ステッカーも入ってます、ね、ステッカーもあります、4種類、何年ぶりだろうな、結構もう1年、2年経つかな、母さんね、こんな近くに住んでたとは。ちょっとこれだけ感じしとくか。この先踏切です。よろしくお願いします。せいちゃん気合入れて、あの渡すだけだから気合入れるのこれ持ってきましたーって食べてください、気合いるのこれ、ウーバーZはん、気合いらねえじゃん、もう渡すだけありがとうねみーちゃんのお弁当美味しく食べてねお待たせしました、もしよかったら食べてくださいね、そうですね、うん、ありがとうね、いつもありがとうね、これからも応援してね、すまんな、すまんな、
か、うん、甘えてもいいか、甘えてもいいか、どうぞ。これか、うん、次だね、間もなくです。ラーさん、感謝の気持ちをね、境だったんだ、サイリー間に合ったね、はい、ありがとう、サイリー、はい、ありがとう、滑らせてね、サイリー、ナイスお願いしますね、セットでね、これだ、セット、うん、はい、次右、よいしょ、間もなくです、で高級車が止まってるところです。わかりますか、もうちょい前だ、もうちょい前かな、何色だ、何個かあるんですけど、これが止まってるところです。あ、今あったかな、これマンション名っていうか、これかな、あれ、これじゃねえか、あ、これだ、あー、着きました、ラーさん着きました、現着です、現着です、お待たせしました、しましたよ、ウーバー Z です、ウーバー Z です、出てきてもらえるかな、出てこれるかな、うん、現着です、いけるかな、皆さん来たよ、あ、来た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 、あ、来た、ラーさん、ラーさん、あら、ラーさんお久しぶりじゃないの、うん、これね、ウーバー Z です、ラーさん、まずいよそういうのは。ちょっとこれ、これみっちゃん弁当、お弁当です、これピカチュウのケーキです、お子さんはいないの、お子さんいるの、じゃああげて、喜ぶわ、ステッカーも、あ、ステッカーも入ってます、ありがとうね、いつもラーさん、ありがとうございます、すいません、ありがとうございます、そうだろう、これいきますよ、じゃあ、嘘だろ、お前が、お前がアラブ石油のビルゲッツとトラックサンバスのトップはラーさんいないとやってけな、ラスコイ、スーパーラスコイ、スーパーラスコイ、いいですか、ちょっとやばいですか、うん、下げないっすよ、そうですね、これ、うん、そうだろう、ラーさん、ラーさんすいません、ありがとうございます、3枚の弁当だね、ケーキと、スーパーラスコ、うん、集金だな、これ集金、集金じゃないこれ、次の方、うん、次の方いますか、あの、お家に、うん、おうちに Z のコーナーです、うん、いらっしゃいませんか、どなたか、あらららららら、みっちゃんありがとうね、みっちゃんのお弁当でみんな1枚もらったよ、これみっちゃん豪華だ、これみっさんすいません、みっちゃんステッカーあげた、もう入ってる、3km、 うん、あららら、機長さんのさ、リスナーさんもあれだね、リアタツもしなきゃダメだね、お小遣いもらえるから、あ、でもなんか日曜日までしかいないって言ってました、大阪に、マジでちょっと早めに行かないとダメだね、集金、いや、行っちゃった、今日行っちゃった、月曜日でしょ、うわぁ、集金逃した、マジでいないですよ、なんかコメントしてました、うわぁ、甘えられなかった、脱走の日にいなくなって、マジかよ、俺何やってんだよ集金できたのにいつもくれんだよ、市長さん、リスナーさん、
うん、3人に言ってましたもんね。中金タイガースできなかったいっつもくれんのよ、貴重さのリスナーさん。めっちゃ優しいのよ。あかんか。あマジか、いっつも1万くれんのよ。優しいでしょ。中金タイガース止められんか。残念、ドンつくらすかい。残念、あーほらー、そうなんですよ。そうなんだよごめんね、ちょっと脱走しちゃったから俺。ごめんね、とごめん集金タイガース、うん、あいつらゴールドだなちってイベントでそうそうそう、うん、福岡で、福岡行ったらくれるの？集金していいの？集金エリアとつまちしていいの？じゃあコンビニ行く？あれ、まあ、手染め、ドンキ行く？手染めね、うん、黒染めね。福岡行ったらくれるのかな？うん、白髪染め、意味あるんそれ？すぐ取れない？真っ黒になっちゃうの？ブリーチして金髪にしてなんか色染めたらいいじゃん。いやーちょっと頭皮が痛むんだよ、ね、痛むから、あのもうルイージのところでもあの、うん、トラウマなんですよね。やったんですか？ルイージのところでも、あ、ブリーチしたの？痛かったルイージが。ああね、あいつ地肌に塗るからさ俺行ってる美容室地肌絶対つかないもん。ルイージでトラウマなんだ、うん、あれあそこ行ってよね。うん、あげるよ。誰？マジで？わざわざありがとうございました。ラースありがとうございます。ラースこい、ラースありがとうね。3万もくれた。これ5個投げラースこい。グミ、グミと白髪染め、白髪染めいってみますわ。グミちょうだい、あのコーラね。3個くらい買ってきて。3個いい、うん、グミ3個で。あとコーヒー。コーヒーは何？なんか甘いの洒落たやつ。秘書さんは？俺お茶でいいんで大丈夫です。何もいらないと。シャレたやつは、わかる？シャレたやつ、シャレたコーヒー、グミが3つ、うん、あのグミね、うん、あのシャレたコーヒー、わかるかな、うん、ストローが斜めにこうついてるやつ、パッケージに。あー、わかる？スカフェオレで、うん、白髪でも売ってるか、うん、そうそう、甘いの。ここは集金枠ですね。イベントもやってるし、日当たつ町もやってるしね。集金枠です、常に。ちょっとゲバってます。すいません。すいません。ウーバー Z だ。イベント中なんで。イベント中はね、ほんと、あれだよ。集金よ。ボーナスタイムだよ。配信者の。普段平場でさ、そんな上がんないでしょ、アイテムって。ボーナスよ。タイルもありがとうございます。これ明日も借りるかな。延長できるか聞いてみよう。うん、延長した方がいい。これ追加で金持ってこいとやったら払えばいいし。うんうんうん、いくらぐらいなのこれ。1日1万。ああそうなん。保険つけて1万1000円ぐらいで1日、ね、うん、みっちゃん弁当作らせるから毎日太鼓配します。作ってもらう。帰っていい、これで積んでしだし屋しだし屋絶対です、うん、弁当売ろうかな、みっちゃんの。2個20枚ラスコイ、でかいでかいでかいよ。あー、ラスさん、ラスさんありがとう。2個の5枚10個のラスさん、2個投げのラスさん、2個投げのラスさん、うん、これラスコイ。あー、とわちゃんね、あんつくみっちゃんと言ったらめっちゃなんかすごいご飯食べさせてくれそう。お小遣いくれそう、とわちゃん。お小遣いくれそう。
ステッカー1万円で買ってくれそう。トワちゃん1万円で買ってくれそう、ステッカー。はい、10個ラスカイ。ナイス。まだ2だ。大丈夫、無駄じゃない。3です。3だ。オッケー。ウッキーか。目立つな、松田捨てでけえから。商品の棚より1個頭抜けてんだよ。10個ラスカイ !1 万でいいんかい。松田さん、ラスカイ、マジで。どっか行っちゃうかな、ちゃんと。じゃあ、ここで。頑張ってください、10個ラスカイ。そうりゃ。2位がウッキーね、ああね。1位がウッキーね。そういうウーバーでやってます。グッズ販売とか。マジっす。飛行機代出すよ、ドンツクラスコイ。嘘だろう、ミク。20個ラスコイ、ユキちゃん。はい、ナイス、クール。営業行くか、ミク。福岡に。地方まで行くか、これ。はい、ドンツク10個。いいよ、さっきた。来た。下が止めがない。あ、なかった。こういうタイプ。ああ、ね。秘書さんいらないですね。もう、飲まないね。飲まないですね。こっち飲まない。ああ、げんちゃん、これこれこれ。分かってんじゃん。3つね。げんちゃんも食べていいからね。いただきます。うん、みんなで。福岡来たら祭りやで。うまいです。10個ラスカイ、10個。ああ、みっちゃんにあるよ、何でもする。誰、アリアス、アリアスラスカイ、いいかよ。じゃあ明日もいいっすかね。何が？それでいいですよ、6個あれば。あるか。あ、タマキュー？あ、タマキューする？タマキューしますね。こっからさ、こうやってさ、外に、これは禁煙を守ってますか？守ってませんか、これ全部、ね、窓全開で、うん、こっから吸うのはアイコスをこの状態でね、これ、うん、これでスパスパ、これダメなの、あかん。福流でも外に出す、絶対絶対入れない。あー、甘えれない。ダメなの。ダメ、出した方がいいね。嘘、うん、嬉しいね。かっこいいだけだ、OK って言ってくれるのは。嬉しいな、これ。そんな味方じゃないんだよ。ダメなの？守ってるよね。じゃあこれは、ま、ドア全開バージョン。ドア全開でこれ。これは禁煙に入りますか？これ喫煙になる？ドア全開。だってここで捨てると変わんないですね。ダメなのこれ。電子タバコ、しかも電子タバコ。ダメなんす。絶対出たくないのよ。出たくないの。ダメか。じゃあこれは外に出て、外に出てんのよ。で、これはどうなん。これはいいんだ。これはいいの。体が外に出てるか出てないかなの。線引きが分かんねえね。一緒じゃない。何メートルとかあんの。車から何メートル離れないといけないとか。めんどくさいね、これ。ダメなの。体
完全に外が出て、なんなら窓も閉めろってこと？これめんどくさ。守ってる人いるんかね。でもレンタカーでアイコス吸っちゃってる人、ちょっと手挙げてごらん。レンタカー借りて旅行先でね、アイコスまあいいやって吸っちゃった人、吸ったことあるよって人、禁煙ですよって言われてもぶっちゃけ吸っちゃったよって人、アイコスで正直にどれぐらいいるの？めちゃくちゃおるやん。めちゃくちゃおるやん。我慢できないかやっぱ。ほらもうアイコスだったら吸っちゃってるやんこれ。うん、普通に吸っちゃう。あら真面目なんやね。普通のタバコ吸っちゃった、紙タバコ吸っちゃった。あらららら、病院でも吸っちゃったってこれ。やばいじゃん。もうよくないこれ。アイコスはさ、吸ってもいいでしょ。ダメなんす。こんばんは、ありがとうございます。窓全開でね。うん、バレないよね。あれ、ゲンちゃんどこ行った？逃げた？あれ？逃げた、あいつ。いや、ゲン、ゲンどこ行った？ゲン、ゲン逃げた。あれ、ゲン、いる？逃げたと思った。逃げない？逃げない。そういう敏感になっちゃうですね。うん、耳かきを使って。あ、そう。ちょっと言ってよ。ちょっともう一回コミで行きますって。これ後ろのエアコンどこでつけるんだろう。エアコンの強弱はあるけど。あ、犬が逃げたと思った？犬じゃないですよ。おっさんなんですよ。おっさん。おっさんの名前がゲン、ゲンです。犬が逃げたと思ったって。犬じゃないです。犬じゃないですよね。人間です。人間。まあみんな疑心暗鬼だよねこれ。うん。申し訳ないです。石田さん敏感だ今。ちょっといなくなったら。耳かきが、あ、もうどうでもね。え、え、冷える？すごい出る。冷える？冷える。寒いぐらい。福岡行っちゃうかこれで。すごいよこれ。寒いぐらいでしょ。ちょっと取りつきますね。はい。トイレ俺1分ぐらいじゃないのリリーさん、すいません。リリーさん、ナイス。リリーさん、サイン部ください。お願いします。お願いします。10個ラスコアス入るね。ごめん、あれだ。あー、みーちゃん、ナイス。ラスカイ、ラスク。あーす、すいません、あーす。10インフラ入ってるね。インフラ入ってる。10個ラスコイ、兄ちゃん、ナイス。ラスコイ、どつく。10個の5倍、50個どつく、ラスコイ、兄ちゃん。塊になった、ラスコイ。10個ラスコイ。20倍だよ、20倍。10個ラスコイ、みーちゃん、ナイス。ラスコイ10倍でいいわ。うん、よし。あと、友達さん嫌いでんのこれ。え、姉さん、東京帰ったよ。200、あー、2、3万ポイントぐらいか。あ、離されたの。離された。
聞かれたんだ。キッチンペーパー、薬局寄るなら買うけどね、うん、あと2日分だから、これ滑るかな、うん、ハイリウムね、余ってたらください、お願いします、うん、お願いします。え、な、聞こえたよ、うん、いや、空いてないんよ、残念ながら月か休みないんよ、最終日だね、連れて行けるとしたら。でも12時にイベント終わって12時に閉まるからね、 B はタイミングがね、微妙なんよね、入れていきたかったけど。あ、スライダース、ありがとうございます。バークムクエンです、ありがとうございます。まあ、トイレ、トイレ、エドマンが泳いできてる。イブラ、爆投げ始まってる。イブラ、キャンタスティック、お前が、お前がアラブの石油をビルゲイツ、ソフトバンク、まあ、協定リスナーさんだがいないとやっていけないの。スーパーラスコイ、協定選手の名前だった。確実に協定リスナーさんだ。勝ったね、多分優勝した、もしかして。ありがとうございます、ありがとうございます、協定リスナーさん。だい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 、うわっ、協定選手の名前で00なんて、うわ、知らない、知らない。まあ、協定がないんだけど、あれ、すごい人来たね。本人、本人じゃないのこれ。 SG レーサーですよ、だって名前が本人。いや、ありえるよ、ふわっちでしょ。年収で言ったら、うん、いくら、何十億ですよ、だって。そんな稼いでんの。本人だった場合はですね、年収何億だね。いや、億も 10億いってんじゃないですか、多分。まさか、あら、マジでその方だったら、すごいですよ。まあ、見てる可能性ゼロではないんでね、協定選手も。マジかよ、あるね、12分に。初めて見た、このアカウントは。いきなりファンだ。いきなりファンです。え、なんか協定匂わしてる、これ。いや、全く匂わしてないです、いきなり。協定配信見てる人、天然さんのとこのリスナーさんの可能性は。あー、タコリス天協定が好きなリスナーさんかもしれない。いきなりファンとはちょっとね、すごい方の可能性がある。10コラス、10コラスかい。あー、ありがとうございます、見てみた。あ、たかしに怒って、いや違うじゃない、たこしをありがとうじゃない。フォローも誰もしてない人ですもん。で、俺さ、さっきさ、今コンビニ行ってさ、どっか窓開いてない、何せか追い組みしたんだよね、追い組み、うん、すっごいスピードこいつ。なんか警察が追われてるのっていうぐらいなスピードで、ギャンギャンのスピードで出ていきました。スネーク、いや、すごかったね、今スネークか、ギュイーンっていった、今こいつ、なんなん、なんか悪いことしてんの、スネークか、わかんない。あ、ビジェムうるさい、ごめんなさい。インフラ10コラスかい。あー、ありがとう。あ、収益、収益見ちゃった、すいません。うわーい、20個、お前が、お前がアラブ石油ビルゲイツ、ソフトバンク、サンマーセット、匿名最大でやっていけます。ナイス、200個、三浦20個、そうりゃ20個ダンスクラスかい。うわーい、お前がアラブ石油ビルゲイツ、ソフトバンク、サンマーセット、トップ、うーわ、ナイス、20個、スコール、そうりゃ20個ドンつく、20個ドンつく、20個ドンつく、スーパーエースだこれ。だから20個、20個止まらないこれ、止まらないこれ、20個、
愛がたまらない。愛の塊来た。ああ。兄来た。嘘だろ。抜いた。抜いた。さあ。うりゃ。さあ、おら。来たよ、おら。あー、トワちゃんありがとうございます。トワちゃんありがとうございます。20個トクメちゃん、お姉さま、そりゃ10個、なんつく。あー、トワちゃんです。トワちゃんいいよ、前が出ればね。前が出ればいいね、これ。10個ドンつく。はい、トワちゃんナイス。女神来た、女神。うわい、トワちゃん20番来た、俺。お前がアラブ、セキュア、ビリゲスト、トワクソーモス、トップワン。トワちゃん。東京だから応援してくれる。九州勢強いよ。九州勢投げしますからね。強い。九州勢強い。10個すごい。はい。ありがとうございます。九州なめんなよ、マジで。遠くにいても応援してくれる。よし。抜いたで。まあ、競ってんのか、今。ああ。いいな、まだ。配信タイガース。いいです。ということは今日から俺ベッド使えるんだよね。使えますね、エアコンの下で。いい監督室、あそこエアコン使えるし、シーツあるかな、新しいやつない。10個、あ、同い年なんだ、トワちゃん。20個クール。同い年とかは、うん、同じ子かもしれない。同じ子かもしれない。ありがとね、トワちゃん。車で生まれ出す。車で発信してたら無意識にタバコ吸っちゃいそうで怖いわ。ですね。うん、ドンキってシーツ買っちゃおう。テンサーです。テンサー10個。どこテンちゃん5個、テンサー10個、10個。あ、豚でもいいよ、豚でも。どこどこだったの、入ってる、これ入ってます、入ってる。とりあえずヤノベッドのサイズわかんねえもん。ダブルか、ダブル。あれ、まあ今引いてるやつ洗ってすっか。でも10個、これすごい。旦那がテンちゃんと同じ、マジか。テンちゃん5個、テンちゃん5個。ラッシュ入って、ラッシュ入った、ラッシュ来た。旦那が生誕と同じ、機長さんと同じ年。トワちゃんが36、旦那が42。あらららららら、10個ラッシュ。10個特命じゃん。はい、トワちゃん10個、テンちゃん5個。どんつく。そうだったの。はい、テンちゃん5個投げラッシュ。はい、すぐ乾く、書いて洗ったら。10個増産、10個増産。あー、チャーネス。前に出てくれよ。10個。はい、あー、チャーネス。ラスコイ2倍。めっちゃナイス、ナイス、ありがとうございます。ありがとうございます。10個。あーちゃん5個、がパツ1か。てんちゃん10個、ゾウさん10個、10倍。あーちゃん、お前がビリゲストドバクサーモサタップ、あーちゃんのやってきない。5個、メイド5個。はい、とわちゃん2個、2個、どこ、ここはどこ、
5個あとはじゃあ、ひなたちゃん5個ひなたさん5個ひなたちゃん5個2個てんちゃん5個10個はい、あーちゃんナイス5個あ、てんママいらっしゃいはい、てんちゃん5個てんママ来た10個はい、あーちゃん10個です前出る前前出ろよ、全然出ねえなこれ10個はい、5個ティーンママはい、あーちゃん、あーちゃんすごい、あーちゃんすごいこれあーちゃんすごいこれ10個あーちゃんすごい、何も5個、ティーンママ5個あーちゃんが10個すごいわ5個はい、ティーンママどこサイリウムもお願いしますねます右下ナイスも10個ラストはい、トワちゃんナイスはい、20個、30個ラスト30個、はい、ティーンママ今日倍出ないかもしれないこれ、てんちゃん倍出なかったらどうするか倍投げないといけないいつもの倍投げないといけないこれ出ないと、出なかったらうんあと個数ずらすとかねちょっとオリジナル攻略法を見つけてほしいあの左手で投げるとか右手の親指で投げるとか5個投げ出すかいうんちょっと変えてほしいはいラブはいパンちゃんです5個なんかオカルト見つけて隣にいる人に押してもらうとか私運がないから、うん、ポケモンカードと一緒だからこれだれだれ来いよとかあのそういうのないですだから01とかあの1でしか見てないんでうん言わないでだれだれ来いよとか10個ラスカ興味ないんで他の人とか常に1でしか見てないんですよ誰が来ようがうんそうてっぺんしか見てないんで誰が上がってきたとか関係なくてそういうのてっぺん狙ってるから最後に1位になりたい。ただそれだけ。うん。そう、もう1位しか見てないから。負けないよ、絶対。悪いけど。身内投げもあるからね。最悪。うん。20個ラスコイあーちゃん、すごいわ。あーちゃん、20個あーちゃん、すごいこれ。クール止まんないこれ。ナイスだこれ前出てほしいね20個で20個20倍出る20倍すーりー20個あーちゃんすごいなこれやっすー前出てくれなんで出ないのこんなに20個そーりゃなんで出ないこんなに早く出てくれてるのによ申し訳ないこれこれ何めっちゃ投げてくれてるねえ個数ずらすと出るのよこれ5個とかああサイリーありがとうございますナイスもお願いしますね皆さんねお願いしますナイス10個5個はいあーちゃん5個10個あーちゃん5個あパンちゃん10個ラスコイ前出て前出してうわあちゃんすごいよあーちゃん10個出ろよいい加減これ出てくれよおい10個おい20個
2個で20倍。ナイス、ありがとうございます。ありがとうございます。個数がね、少なくて出るっていうね。ジェッカー、ジェッカー、あーチャネス20倍出る、もう一回ジェッカー、あーチャネス、ジェッカー、2個で倍出ちゃうんだよ、これジェッカー、あ、2個、ひなたちゃん、なんで倍出ないのこれ、10個20個でやってんだろこれ、なんか、あ、天ちゃん7個、豚7、いや倍が出んな、出ないな、ほんまに出ない、開いてないか、開いてる、6個、どんつく、はないっす、倍甘えれんか、運営さん、これだと倍出んねよ、運営さん倍甘えれんか、うん、そろそろファンタで出そうかな、倍が、そろそろもう倍が溜まってるからね、今、はい、サイリマル出す、閉まったか、閉まっ、いや、ギリだ、ギリ大丈夫、23時まで開ける、うん、いけるわ、白髪詰め、うん、あ、もうちょっとで1400だって、ナイス、すげえな、今日今日なんか伸びてますね、なんでこんな多いの、フェイザーの登場で結構キュンってる、あー、ありやすい、1400、下が揃うね、あと17ナイスお願いします、皆さん下が揃っていきます、はい、すいません、展開ありまくりです、はい、あ、キッチンペーパ ー, ー, パーゲン、ゲン、キッチンペーパーだって、自分使うやつ、こうシュッ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 取れ、薬剤師に見えますね、電子師匠、犬みたいだ、ゲンゲンゲン、めゲン、お手はゲン、お座りゲン、お手ゲン、うっ、捨てはゲン、捨て、クイックルってあったよね、あ、ないの、なくなったんだ、あの中身が、嘘、いるのか、言っとくわ、何、ね、シート、シートだけですね、それ水虫対策、水虫対策、あれいるな、あぶね、ギリギリだった、閉まる、すいません、せいりさんのね、リスナーさんもありがとうございます、開けてくれた方、最後の1枚だったよね、もうなかったもんね、あ、テンさん、ここだけ出す子、ありがとうございます、テンさん、動いてくれた、なかったね、サイリウム、ありがとうございます、2個投げ、2個、あ、ありがとうございます、久米さん、5個の5倍、25個ダンツク、あ、ありがとうございます、王さん、2個投げ、イーさん、2個の2倍、4個ナイス、歌の方がいいのかな、2個、Eさん、2個、Eさん、ナイス、ひなたちゃん、2個、ナイス、てんさん、3個ラスコイ、2個の2倍、4個、ナイス、Eさん、2個、Eさん、ナイス、2個の20倍、40個、あー、ありがとうございます、ドッツク、すいません、ありがとうございます、ラスト、あ、イーさん、ナイス、ありがとうございます。20が出た。出た。4個。あ、P さん、ありがとうございます。5個だけ。
みーさん、ナイス。ラスカイ、2個だと出るんだよね、なんか。10個あー、ホロ1の方、ナイス。オッケー。日向さんもナイス。5個あ、せいさんどこの方かな。5個あ、しょうさんで全然大丈夫です。だんも持ってないですよ。スーさんナイス。5個の5倍、25個せいさんどこの方かな、多分。車が広いから届かない手が。ちょっと少しは詰めたんじゃない今ので。あと40万ポイントか、1位まで。ちりつもだな。サイリウムね、投げてない方お願いします。あと5ナイスで1400だ。シート結構前に出してるの。ここの幅が広いからね、こっち側につけてんのよ。レンさん、ありがとう。ハイリウムの余ってる方お願いします。今日から、いや、28まで一応。28の12時までかな、確か。28だね。の12時で終了かな。ありがとうございます、サイリウム。5個投げ、ツーさん、ありがとうございます。ラスカイ、あ、ツーさん、ありがとうございます。いつも楽しい配信ありがとう。アナルセックス大好きさん、ありがとうございます。5個投げ、ラスカイ。あ、1400ナイス。ここ3日か4日で一番いったんじゃない、多分。ナイス。1100ぐらいだったもんね、いつも。一番伸びたな、今日は。登場で伸びたよね。中丸くん抜いた。実質10日、6月10日からナイススタートして、や、追いついたわ、大阪来てから。毎日1000ナイス来たからね、やっぱでかいな。すごい。この方、誠司さんの方ですよね。誰誰誰、さっきからめっちゃくれてるんですけど。あ、そうですよね。通さんですよね。通さんやばいよ。すごい方ですよね。うん、通さん来たか。来てくれました。すごいよ。ピンママさん、ナイス。はいはい。帰ってきた。ありました、ありました。お疲れ様です。10個ラスコイ、10個ラスコイ。ちょっと待って、あー、ありがとうございます。来てる来てる、増えてきた。あ、ひなさんね。ありがとうございます。ひなさん、ビゲン、絞り切ったネタを。ないのネタ。5個だけラスコイ、5個ラスコイ。ティンママさん、使うね、ネタは。これからの展開は松平健の白髪染め配信となります。すいません、すいません、それしかないです、今日は何もしないように、ね、5個ラスコです。倍出ろって、倍、運営さん出して、倍出して、運営さんお願い。5個ここはどこ、ティンママさん、ありがとうございます。天さん、すいません、天さん、5個終わっとくさんです。ありがとうございます。5個、ここはどこ、20倍ください、運営さん。甘えれんか、甘えれんすか、倍ください、お願いします。キッチンペーパー OK です、買ってくれた。
ビゲン。ビゲン。倍が出んね。5個倍が出ない。すいません、5個。ありがとうございます。すいません。10個。10個。あー、さすがじゃん、ナイス。オーケー、ありがとうございます。ありがとうございます。天ちゃん5個ラスコイ、ラスコイ5個あと5個。今もうお漏らししちゃったね、さっき1個ね20個20個あーナイス。倍出して運営さん、倍出ねー運営さん、おもなし気をつけてね。ピュッて、ピュッて出ちゃったね。こうやっておもなしやるか、たまにやるんだよ。はい、おもなし、おもなしナイス。ありがとうございます。当たっちゃったんかなって。あっ、遅いのも。戻りますか。うん。とりあえず。うん。おもなしナイス38万さ。はい、リーマです。ありがとうございます。あ、制服ナイス行ったよ。すげえ。そう、お話ししちゃった人いたのさっき。2個ナイス。ミナミちゃん。2個どこ？ここはどこ？どこ？明日早番誰？早番はずれちゃったもんな。今日源さんが先行ったんですよ、ね。うん。病院があるから。うん。僕ですかね。ああ、じゃあ機長さんだ、はい、早番。ここな LED にしてえなこれ。暗いな。レンタカーこれなんだよな。LED にしといてくれこれ。暗いな。ボックス結構でかいんだな、ルームなんか結構明るくなるっすよね、この LED さん。うち行けると思う、俺も、うん、お腹の脂肪が減りません、どうしたらいいですか。食べない方ですね、うん、食べ過ぎかな、気をつけた方がいいですね、うん、好きなものばっか食べてたら、うん、あと動かないんじゃない、あなたあんまり動かないと、うん、いろんな病気になっちゃうよ、気をつけないと。夜早番じゃないね、市長さんだ、早番。そうそうそう、食べちゃうね、でもね、美味しいもんね、ご飯はね、甘いものもね、デザートとかね、自分にご褒美ね。うん。みーちゃん会いたい、当たり前よ。エニスンが会いたいよ。松田さんに DM はね、送れない。あ、なんかクルクルしてる。電波凍結。洗いながらちゃう。来た？帰ってきました？もらったらよかった。なんかね、中中電波で、いや、重いんだよ、今イベントで。あー、サーバーが重たいんですかね、うんうん、重くあるあるある。あー、ありがとう、徳永さん、治った、治りました。なんだろうね、イベントのさ、このゴールデンタイムが重いよ。DM は遅れません。松平健は遅れません。すいません。弁当？うん？いっぱい遅れた人には、やっぱさ、まっちゃんこれ、パン増えとるね。パンが。出会い地でやろうと思ったらできんね。まっちゃん。できんで、これ。食い放題だよ、これ。出会い地じゃないからね。うん。これ使えないか、これ。あ、使います。使える？はい、使って、はい、すぐに置いてきますよ。
ガンガン流れ来たら。Battery 100% connected to iPhone 2。で今日から奥村コーチの部屋が誠二さんの監督室に変わると。俺ソファで寝ていいんすよ。いい？うん。どっちがいいの？いや、おソファがいい。ソファがいい。ここがいい。あ、ソファか。ちょっと毛布だけもらっていいよ。いいっすよ。これを使っていいのか。このコネディの毛布じゃ掛け布団がいい。うん。引っ越しです。誠治クレイジーパピオン引っ越しです。奥村行ったらどうしよう。あ、可能性あるですよ。いない。そこは。いないでしょ。これバスタオル着たいな枕。ああ。枕いるな。これクッション。あ、もう一個俺が前使ったやつある。枕ある。バスタオルで巻けるやつ。ああ携帯カバー俺使ってないですよ。俺しない派なんで。携帯カバーないっすよ、俺。これ。これね。あ、ちっちゃいかな。これ前俺が使ったやつなんですよ。じゃあこれいいのかな。それタオル巻けば、ちっちゃいかな、でも。ちっちゃいか。もっと分厚い方がいい。巻いちゃうかな、バスタオル。あ、俺の、俺そばでいいってか。水虫はない。いや、いらんわ。大丈夫です。いや、水虫はないから。ありがとう。うん、大丈夫、ありがとう。バスタオル。でっけえな、足これ。これ30cm。ちゃんとババじゃん、これ。でっか。ジャイアントババアクサ。ジャイアントババアクサ。ジャイアントババじゃん、これ。新しい靴だから。初めて言われたけど、だから靴では苦労してきてるんだよ。30cm。 めっちゃでかいな。 NBA の選手ぐらいあるもん、それ。エアコンつけっぱだ。つけっぱっすね。冬用の布団じゃん、これ。冬用なんですよ。身分証明書、新東海株式会社。スマホのせいな。これ一回掃除機かけてもいい。ああ、ゼロワンのステッカーゴミ箱入ってるわ、これ。嘘だな。そう、ゼロワンのだよ、これね。ゼロワンの。あ、シーツね。ボックスシーツカバーだからな。嘘だろ。あれ買ってきたんで、そういえば。あれ買ったんだよな。黄金のファブリーズ。いや、まあ、22時だもんね。これいきますよ。ああ、それ多分、プレミアムファブリーズね。これは洗ったからね。コロコロはなかったんじゃないかな。
バナナこれ乗せていいですか。いや、明日食べます。いけます、まだいける、ちょうど食べ頃。グミどこだ。グミここですよ。これ、うん、あれグミ嫉妬してるじゃん。あ、あっちの手かも。ラビット。エロ漫画ひどいって。いや知らないの、こうやって出したんだから、なんか間違えて落ちたかもしれないからこっちに直したんだって。鳩飛んじゃった。鳩飛んでた。あ、すみません。悪気はないんで。ここにちゃんと戻してるんでね。箱押しなんで。ここに落ちてたのよ。うん、裏？ええ？何今の？知らないよ。知りません。放送事故なんじゃないの？知りません。ゼロワンのセッカーは？知らないよ。こんなもらってるの知らないもんだって。放送事故かもしれない。いや、一ついいっすか？うん。俺もう初日に見た、うん、あ見たんだ、チラッと見た。でも俺あえて言わなかった、ね、ああ、ちょっと俺は知らなかった。最近あったんじゃない、ゼロワン、うん、煽るわけじゃないけど、うん、不自然にこれ置いとかないでしょ。俺のミスか、これ俺のミスだ、すいません。あ、すいません。そんな知らないもんだって。これが生放送です。表使う、何があるか分かりません。何を見てた、これ知らないんだよね。誕生日に何か、何か券をもらってたのは知ってたけど、ステッカーなのか知らないもんだって。家主はいません。うわ、やっちゃった。えー、やっちゃった、やっちゃった。カートン買ったんだけど、これ、あー、何これ、うっそー。さっきのローソンさん何してんの、マジで。シャシャシャ、緑買っちゃった、これ。あ、3個ありがとうございます。ちょっと最悪、もうみんなくちゃくちゃじゃん。あー、やだもん、これ美味しくないですね、これ。うわー、なに緑だったよ、これ。岸田さん、みんな頭回ってないんだよ、うん、疲れてるから、これ、10個でね、ゲンさんもちょっと休んだら休憩。ドームで行くんでしょ。いや、この枠は乾燥しますけど、まだあとね、1時間ちょっとあるんで、白髪染めなんてすぐでしょ、だって。すぐすぐ、ちょこっと。ちょこっと休憩したらね、配信外でいい？うん、そこで寝て大丈夫ですよ。ボードで隠れてるんで。本来一人でしないといけない。申し訳ない。タバコ吸ってたもんね、寝たばこダメだから。タバコ1本だけ吸っていいでしょ、別に。いや、寝たばこいいよ、自分家じゃないもん。レシートは、あ、でも、めんどくさいんじゃない、多分。あ、ありがとうございます。横になりますわ。五十嵐さんがゼロワン枠で集団リンチ食らって叩かれてる。なんで俺が映したから。何を言われてんの。何ゼロ、なんだゼロは。何あ、印象外入ってるね、ここのリスナー怖いって、うん、またや。あ、もうすぐハド行くね、これ。うん、揉めさせたいのか、イベントもやってるからね。ハドって飛ばせなんて言ってないじゃん、別に。言ってない。しかも飛ばしてる人って、あの、必ずしも応援してる人とは限らんからね。そこまで管理できんよ、ハト使いじゃないんだから、我々。ハトはいるからね、絶対に。印象操作。別にゼロワンの悪口なんて誰も言ってないし、こっち側で喋ってる人はね。俺でも言ってないもんね、別に。俺ゼロワンの見てないけど、わー、高橋ひどいわーって言ってたぐらいでしょ、多分。裏見てよ、あれって。プレゼントでひどいわ、高橋、ショックだーみたいな感じじゃないの。ゼロワンでそんな感じやんか、だって。悲しいわーみたいな感じじゃないの。そうやろ。
大げさに言わんでよ、本当。五十嵐さん、ごめんなさいね、なんか。すいません。五十嵐さん、ありがとう。うん。ゼロワンガチ切れするときって、松平健さんとか、俺ぐらいないよね。俺ぐらいしかないよ。ないと思うよ、うん。俺とはガチでやり合ってるけど。あれ、マリさんね、皆さんね、ガチなんですよ、マジで。上質だと、ね、あのまま行ったら本当にお互いバーンでしたね。うん、あれガチっす、マジで。松平、素足でソファーで寝るなよ。なってない、印象操作やめてもうやめて、印象操作、本当やめて経費にならない、ならない、ならない。